はいどうも、タクタクです。ビビエットをやっていきましょう。さて、ここは何の部屋なの？この機械は何なんだろうか？これはボイラーか何かか。なんかボイラーっぽいけどね。下に行くと、燃料、あ、待って。手押し車にセメント袋。これはバールのようなものでは、バールだ！ついに。バールのようなものではなく、バールという伝説のバールを手に入れてしまった。ホラーゲームあるある、バールのようなものでありバールであるというね。もう何言ってか分かんないという人はちょっと、はい、あ、何今の演出、あ、やべえ、これ今こっちに来てるよ、だからお前覚悟しとけよっていうメッセージなんじゃねこれ。え、でもそっちに行くような通路なんかなかったよね、そもそも。じゃあ俺の勝ちだねこれ、多分一回戻りたいんだよね、なんならね。一回戻って、あ、待って、この辺？あ、違う、こいつ何これ。椅子に座っている赤ちゃんのような人形。赤ちゃんのような。まだいけるな。いけるかな。あー、なるほど、まだ飲めるかなって言いたかったのか。それはもう。他人の家なんですけど、後悔がテーマのキンミッキーのフィギュアコレクションだ。美しい。パッと見そのあたりは、腐食と無縁だ。うん、いくつかなくなっているようだが、ようだ、どこへ行った。本当だね。パッと見、それこそパッと見3つぐらいなくなっているように見える。エンブレムは関係ありますかね、これは。どうなんですかね。これでも関係なさそうだよね。この中に、あのアイテムはなんか関係なさそう。てか、あれ？アイテムスロット全部埋まってんじゃねこれ。なんか関係あるかな。なんか一つ一つ解決していかないといけないみたいなことないですよね。ほんとはもう少しこう、あー怪しい箱発見！は、ね。チェスト。細かい手法のチェスト。開かない。鍵をかけてある。5桁の組み合わせか。5桁の組み合わせ。そんなまどろっこしいことを俺がするとでも思いですか。ワールド開けりゃいいんだ。ここでは使えなさそうだな。謎解きであるというね、謎解きゲーであるということを忘れていました、これは。でも5桁のやつの入、なんかそういうのをさせてくれないということは、確実に何か解かないとダメっていうことですかね。あれ、この部屋何に入ったことないね。人形部屋だ。ここも人形工房なのかな。ここは何なんだろう、まあ、間違いなくそういう類の職種であったのは間違いないでしょう。ここの前の持ち主は前々なのか前なのか、まあ前でしょうね。前々の持ち主のものを引き継ぐっていうことはなかなか考えにくいから、それはまあ日本だけの考えなのか海外でもそうなのか分かんないけど、残ってたら嫌ですよね、前の住人のものが。なんかそれこそなんか怖い念みたいなものを感じてしまうからね。なんだここ。はいはいはい。なんだろうな。ここに関しては、ここに関しては特に何かできるというわけでは、アイテム、あ、首が。頭と胴体の間の部分が、ファインウッドでできている。ファインウッド。ファインウッド。ファインウッドって何ですか？いい木。わかんない。ファインウッドって何だろう。ファインって、なんか、どういう意味だっけ？ I'm fine. ありがとう。I'm fine, thank you.わかんない。ごめんね。ここじゃあ、なんか、関係するものあったかな？いや、これ、多分一回戻るんじゃないか。バールのようなものとかも、バールなんだけど、手に入れたし、まだここで何かするっていうのは、ちょっと考えにくいかな。ここを渡るには、なんか、陥没してるし、板かなんかがあれば、あっちに行けるんだけど、板はね、俺ね、見覚えがあって、
ちょうどここみたいに陥没してるとこに板が渡されてたんですよね。そこと関係あるかな。一回ここ出るか。ここ出まして、ここね、これ怖いんね、このガタガタガタっていうのが。床が安定していない、岸元がする、いつ崩落してもおかしくない。多分いずれ崩落するんでしょうね、そのイベント的に。この木は使えないんだ。じゃあ一回戻るか。お、怖い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 。さあ戻ってきた、さあ戻ってきたが、来たのだが、もしかしてさ、このエンブレムってさ、もう一回はめることできる？ここここ。あ、いけるんだ。これを持ってることによって、なんか良くないみたいなことないですか、これ。もう一回ちょっとこれでいこう。このままにしておこう。で、あとはこのバールか何かでこじ開けるようなところがないかというのを探索していきたいんだけど、俺外出た時に、左の方は少し見たんだけど、右の方まだ見てなかったんですよね。こっちこっち。こっち方面ちょっと探索してみよう。そもそもなんかあるのかっていうね。うわ、なに？庭みたいのがある。ここ入れるかな？ゲートの錠が全く機能していない。どうやってもこれを開けられるとは思えない。開けられるとは思えない。じゃあ、これは？ああ、ダメか。ってことはもう本当に、中から入らないと、みたいなことか。どうかな？他に入る、お！入る方法。給水塔。給水塔とブランコ。太い枝がそこにかけられた金属ワイヤーに沿って垂れ下がっている。ふむ。枝は中空のようだ。まるで内部で何かが鳴る音を聞けるようになっている。どういうこと？これなんか関係ありそうだな、でも。木製の給水塔だ。きっと空だろう。ふんふん。これで？これなんかするのかな？これこと、これこと？違う。でもこれ中からこっち側に入んないとって感じはするね。でも、このなんか、空の給水塔は何のために存在してんのかなとか。あ、こっちにもなんかある。ま、いろいろちょっと考えさるんですけども。あ、カラスがいるね。ここは？お墓。開かない。小さな墓地を見ることはできるが、それは鍵と錠で閉じられている。すげえなぁ。先祖代々の墓ってことか、これは。わ、目が赤いカラスの。こっちはなんかある？あ、もうこれ以上はいけない。墓場の鍵みたいなものが、多分どっかにあるんでしょうね。これは？使えるかな？使えない。意外とこう前半の方の謎解きみたいなものがあるってなんか匂わせつつも、なんかイカのやつとかね、あれがなかなかどこでやるのかなっていうのが出てこないんですよね。なんなんだ？いや、これだけ広いとどこから何歩とかっていう、なんかそういう仕掛けもありそうだし。あ、待って、何これ、外にめっちゃいろんなものあるやん。ここは何の説明もなし。ああ、動く動く動く、ちゃう動くな動くな、動いちゃうな。三角だね。まだ動くの？これなんか似たような像あったよね。ああ、動くな、動いちゃうな。この方向へ押すことができない。これはどういうことなの？何の意味があるんだろう。こっちも見てみましょうか。全部動かしてみたけど、これが何につながってくるのとか全くないですね。裏側から何か見えるとかってのもない。でもこれなんかこっちから押せないって言ってたけど、例えば、あ、こういうことはできる。なんだ？
なんかヒントがないとこれはきついぞ。これまあ例えば、こういうこと？で、これ先っぽで、じゃこれは実は動かさない。その形通りのなんか配置にしなきゃいけないみたいな。で、こっちは、ここが空いてるからここで、これはここも動かさないみたいな。わかんないね、これね。また適当にやって適当に開いちゃうみたいな事故は避けたいから、ちょっとやめよう、適当に触るの。やっぱせっかく謎解きの要素の高いゲームだから、しっかり謎解きをしてね、うん、やっていきたいっていう気持ちはありますからね。こっちの奥にも何かありそうだな、となると。あ、やっぱりあった。あ！ここじゃないですか、バール。ほら、長い手で覆われている。これで、バールを、はい。オッケーオッケーオッケー。あ、木製の厚い板を、そして手に入れると。これであっちが下渡れるっていうことかな。うわ、血が滴ってるけど。でも、閉じ込められて、閉じてたわけだから、中に何かがいるっていうことは、待てよ。そいつを閉じ込めていたという可能性もあるな。何もいないんじゃないのって思ったけど、前方に、開口部が、情報量が多いな。待って。前、でも進めよう。ここで、なんか木材を加工していたっていうような感じのとこではある。アデラール、ヌービル様。私があなたの心身の状態を案じているということをお伝えしようと思い、個人的にご連絡差し上げました。あなたが前回いらした際に拝見して以来、あなたの健康を心配しております。奥様の前では口を慎むべきかと思い、何も申し上げませんでしたが、どうかできるだけ早く内密に私のところにお越しくださいますようお願いします。あなたが何にお困り、お困りなのかお話を伺いましょう。神のお力があればきっと打ち勝つことができます。これは神父様なのかな、もしかしたら。それまではよく休息をとり、特にアルコール飲料を飲まないようにすべきです。ではお待ちしております。あ、お医者さんなんだ。ガスト・バリエ医師。お医者さんらしい意見ですね。お酒を控える。まあ、体調が悪いときはお酒はやめといた方がいいよと。トランクが開かない。いや、それこそもう、これはもうバールじゃないですか。はい、すいません。何でもかんでもバール。あ、なんかここ見たような紋章があるな。違うのかな。まあ、ここでの一番の目的っていうのは多分、あの板を手に入れるっていうことだった気がします。で、ここのこういうなんか仕掛けも後々多分使われるようになるのかな。まあ、今は正直あの板を手に入れて地下の開口部にこの板を渡せばなんとかなるんじゃないかなっていう感じはあるよね。なんでちょっと戻りましょう。問題はこの中に徘徊している包丁を持ったお友達がいるので気をつけよう。一回なんか頭ゴンってやって気絶させたらなんとかなんないかな。これさ、ちなみにさ、今エンブレムこんなの入ってるね。これ取れる？あ、取れるんだ。今多分インベントリー持ち物いっぱいだったと思うんだけど、うん、これ要はあれなんだね、関係ないんだね。インベントリーの限界はないんだね。で、暖炉の方に行ってみよう。ちなみによ、今敵いないからなんだけど、ここ。絶対、ここと本は、これ関係してるはずなんだ。ここ使えない。じゃあ、どこで使えるんだっていう、ことなんだけど、本をなんか捧げるような場所もないしな。さっきさ、なんか、ブワーって行ったのが見えたの。で、うわ、危な。これ大丈夫なの？これ。でも通れるね。でも下に落ちたということは、あの下が何があったかっていう、ことも気になるけど、まあ、進みましょう。これなんだ、そもそもこれ何？まあ、板を渡せば、なんとかなると思う、あとは。たった。で、一応念のためにここでセーブなんかもしてしまったりして、もう11回もセーブしてるんですね。さすがビビリのタクタクさん。で、こ
ここで、うわいやいや、ワットせへん。いや、でももう、まあまあまあ。え、嘘でしょなんでこっち来ないの、なんでこっち来ないんだよ。渡したら、意外といけちゃったっていう。グレコ、いや、グレコ。グリコ。グレコどこなの、グレコの鍵。ビリヤードだ。虫が表面を食べてしまっている。残念だな。ビリヤードが好きなんだが。そうなんだ。虫食うんすね、ビリヤード台のあれって。何これ。拳を上げた女の銅像だ。これは拳の中に何かある。これが何かも、どうやって取ったらいいかもわからない。なるほど。あ、今動かんかった？これ。気のせい？目開いたような。使えるものはないな。ただの飾りだ。気のせいか。なんか。これはダーツかなんかかな。まあ、ここ遊戯場ってことっすね、多分。これチェスでしょ？あ、これは、あ、置いてあったやつ。ボードの上に金メッキされた公開テーマのフィギュアがある。その場に固定されていて動かせない。待てよ。下へ押し込むことができる。下へ押し込むことができる。どういうこと？あ、そういうこと？あ、ちょっと待って。これはむしろ、あれなんじゃない？ないやつを、ちょっと待ってね。ないやつを、押し込むとか、ここ入るか？ここ入れるかな？あ、入れるね。上にあったよね。うわ、何それ？首吊り人形みたいな。やめて、怖い。上のちょっとどういう配置だったか、ここを散策したらちょっと見に行きましょうか。この中にあるものからすると、ここはどうやら、操り人形の工房か何かのようだ。ガラクタ、ここのはどれも役に立たない。これ開くんじゃね？この小さい箱の中身は何だろう？鍵がかかっていて、小さい鍵穴がある。いや、結構箱が全然開かないのよね。鍵穴だらけ。鍵だらけ。鍵だらけ。どうしてお前に。お、過去10年の兵士のプレートメール。過去10年のこれなんか翻訳間違えてない？多分過去10年のってなんか何に間違ってんの。あ、これ上も行けるんだけど、上のか。うわ、これ上行く？え、ちょ、一回待ってもらっていい？ちょっと探索する場所が多すぎる。グレコ、いや違う、俺はちょっと一回戻って、あの海洋のなんか紋章のなんかチェス盤みたいなやつの謎を解きたいんだ。ここにあるやつだね。これで、要はここに欠けているものをやるのか、もしくはここにあるものをなんていうんですか、その下に下げるのか、どれかによってで、そのあそこの謎が解けるというような、多分シンプルな謎だと思うんだよね。よし、覚えたぞ。覚えたというよりは今、写真を撮っておりましたね、スマホでね。はい、こっち行って、ここだ。ちなみにここにあって、あっちになかったものの、もうどれがそうかな。まず、ホタテ貝はあった、イカリはあった、あ、このキャプテン棒みたいのはなかった。キャプテン棒みたいのはなかった。あとあったのが時計だから、この、火事、要は、あれですか、火事もなかった。カニさんですね、あとは。カニさんがなかった。これだ。本当に見てないの？これね。これで、なんか仕掛けが、ん？どっかで物が落ちた音がした。やったー。正解だった。ないものを選べばよかったということですね。あ、グレコキー！この子が持ってたんだ。拳を上げた女の子。女の子ではないですね。女って書いてますね。うん。女性っていうことでしょ。やったじゃん。これでグレコ部屋入れるわ。グレコ部屋に入ってみよう。うわめっちゃビビった、めっちゃビビった。心臓バクバク言ってるのよ。あれ、ここが？あ、こっち違う。
グレコ、グレコ部屋どこよ。上にもありましたからね、グレコ部屋は。グレコ、入った。どうかな。なんか来る？やっぱこれたまたまカチャカチャってなるだけなんだね。なんか霊が近づいてきたらアルケミストランプがなんか反応するのかなと思ったけど、背景アデラール ヌービル様、あなたの新しいダンスホールのためにご依頼されましたマジックガラスがご用意できました。いつどこにお届けすべきかにつきましてご指定いただきたくお待ちしております。なるべく早くご連絡をいただけますと幸いです。警具エミリアン・ラプラス、ラプラス乗り物ポケモン。人形劇の舞台か。人形は首でぶら下がっている。俺も操ることができるか。ちょっとわからないけど、これどっかで見たな。どういうことだ。なんか音が出ますね。これドレミファソラシドになってるの。レミファソラシド、わかんない。ちょっと多分なんか謎があるんでしょうね、これもね。パッチワーク、なんかどこにヒントがあるのかな、もしあるとしたら。わからない。特に、なんかヒントがあるはずだと思うんだが、これと関係ある？ないか。この、ま、この部屋にあるとは考えにくいね。おそらくね。多分、こっちになんかあったんだよ。似たような人形部屋みたいのが。ここじゃないな。ここじゃない。ここかな？ここの、これ関係ある？うわ、ちょっと違うか。ちょっと違うね。ちょっと違うけれど。いや、そういう人形系のヒントはなかったな。あ、待って。あ、びっくりした。わ、あ、すごい、なんか今引っかかるバグかと思った。危な。怖い怖い怖い。上にもグレコの鍵を使う場所があるから、上に行くべきかな、もう。ちょっとわかんない謎がいくつかあるから、うわ、大丈夫か。心配なんだけど、さっきの彫刻のとこもそうじゃないですか、あの外の。あそこなんかもう全然わかんない。まあ、後々わかってくるんでしょうね。でもなんかあそこの人形の音のやつは割と簡単なヒントでなんとかなりそうな気もするんだよな。どこだったっけ、グレコ。上だったっけな。上だったとしたらこっちから行けないよね。こっちから行けないよね。ここが？ここまだ入れて。ここはまあなんかあれだよね。違う鍵穴みたいなので塞がってるんでね。多分ここから庭に出れるんですよ。ここから庭に出れるんで、グレコ部屋に行くか。こっちだね。グレコ部屋、グレコ部屋。徘徊している友人がいなくなったな、そういえば。一応この近くでセーブを、取りつつ、OK。なんか3箇所ぐらいあった気がするな、グレコ。どうだったかな。ここが、向こう側から施錠されている。ここがまずグレコだよね。はいはい。グレコ。グレコ部屋へ入りましょう。うわっ！カラスだ。墓場にいた。ボードだ。3羽の鳥と音が乗っている。フィギュアは鉛製だな。固定されていて動かせない。なんか代わりに置くのかな。これはゾウか？エレファン。ここは開かない。木のおもちゃ。なんかいる。うわ、誰か、待って。誰か死んでいるのか人形なのかわかんないんだけど。あ、これ今鍵を開けたってこと？はいはいはい。これ人死んでね？クランク。気味が悪い。なんでこんな大きなマネキンがベッドに押し込まれてるんだ。ああ、マネキンでよかった。ここが開いたという
ことは、あ、なるほど、ここから出入りできるようになったんですね。このクランクはよくわからないが、きっと一種の機械が、これあれか。わかった。板をバールで剥がしたところに大きい機械があったんですよ。それを動かすためのクランクかもしれない。多分丸太か何かを切り出すというか加工するための、あれはそういう装置だと思うんだけど、多分それのクランクなんじゃないかな。そういう穴があったからね。そしてその場所がこの林を抜けた、もっと下。ここだ、この小屋。まあもう人形を作る人だからね、こういう木材をたくさん扱うことになるんでしょう。だからこういう機械もあるのかな。じゃあこれを使いましょう。おお、案の定。で、これで何してんのこれは。今も機械は動いている。これが丸のこを制御するボタンか。どうすりゃいいんだろう。こっちにしようか。おおおお、ああ、動いた。おーおーおお、上、血出たけど、これ止まる。大丈夫これ、大丈夫だった？怖っ。なんか血出てますけど、これ本物の血？中はどんなに恐ろしい状態なんだ。関係ないの？何の仕組みなのこれ？どういうこと？これで？いったよね。どういうこと？何使うの？いや、これで何かを切れっていうことなのかな。いや、もうそうなってきますよね、きっと。なんか切るもある？これ使わないでしょ？使えない。エンブレム？違うよね。あー、でもなんか持ってきて中身の開かないものをこれで取り出したりとかっていうことなんかな。血だけ出ちゃったけど、この大きい丸太は。ちょっとこれだけじゃダメみたい。わからんね。まあ、ちょっとあとグレコ部屋がまだどこかにあったはずなんで、まあ、そこを開けたいんだけど、あったような気がするだけであって、もしかしたらグレコ部屋をグレコうるさいな。グレコ部屋はない可能性。まあ、こう続き短いでもいいっちゃいいか。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。結構進んだんじゃないかな。でもなんか、わかんない謎が3つぐらいあるので、そろそろなんか謎解きメインでやっていかないと進めなくなりそうですね。その辺をちょっと次回は力入れてやれたらなと思います。というわけでご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。ではまた。